シークレットベース K ステーション、皆さんシークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけ。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員賞をお送りいたします。はい、ということで、まあ4月もね、後半になってまいりました。季節も春から夏へ早々と変わろうとしておりますけれども、皆様元気にお過ごしでしょうか。まあ、ちょっと体調崩してる人がね、私の周りでいっぱいいて、なんか日本の四季とはこういうものだったのかなとか、いろいろ考えておりつつ、なんか花粉症デビューしちゃった友達とかもいて、それで花粉がひどすぎて蓄膿症になって、なんかもうちょっと手術しますかみたいな状態になっちゃったね、そこまで進んじゃった子もいて、なんでそんなに杉花粉ってひどいんだろうなと思ってるんですけど、私花粉症じゃないので、前ラジオでも言ったんですけれどもぶっちゃけ私万年アレルギーなんですよ。ハウスダストなので、まあ、そこまではだから杉花粉のこう時期的な 100% 以上のアレルギーが発症することはなかなかないんですけれども、なんか杉花粉って毎年去年の倍ですって言うじゃないですか。あれ何なんですかね、意味不明じゃないですか。でもなんかそんなことを歯医者さんで話してたら、なんかその戦後に植えた杉の木が今一番花粉を出す時期なんですって、最盛期なんですって。だからなんかどんどん増えてるんだと。だから戦後になぜ杉植えたのかっていうのもあるけれども、その杉花粉を集めて売っている人もいるって言うんですよ。それがなんか結構杉花粉ちょっとした量で結構な高額になるらしくって、そしたらちょっとね、売りたくないですか杉花粉もうなんかめっちゃ困ってる人がいるのに杉の花粉を売ってなんかめっちゃ儲けてる人もいるのかと思うと、なんかもうよくわからないですよね。でもきっと杉花粉で悩んでる人がいっぱいいるんだから、でも杉の木を減らしちゃうとまた森林のなんかこう緑のね環境とかもわけわかんないですね。皆さんもね、ママ杉花粉もそろそろ落ち着いてくるかと思います。また違う花粉で苦しんでいる方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、元気にね、4月そしてゴールデンウィークに突入しましょう。はい、ということでちょっとだけ普通歌来ているのでこちらご紹介します。ラジオネーム隊員候補生の平成ライダー初心者さんからです。ありがとうございます。近藤さん、スタッフの方、こんにちは。こんにちは。初めてメールさせていただきます。僕は最近某ブルラジで近藤かな子さんを知り、こちらのラジオを聞き始めました。ありがとうございます。このラジオで近藤さんが特撮好きだと知り、僕も仮面ライダーを見始めました。子供の頃クーガとアギトの人形を持っていた記憶があるので、この2つから見始めたのですが、この2つのあと何を見ようか迷っています。以前近藤さんは響きが好きだとおっしゃっていたと記憶がありますが、仮面ライダー初心者におすすめの作品などありましたら教えてくださいとのことです。ありがとうございます。クーガとアギトから見始めてるってことは、まあクーガとアギトやっぱちょっとお話が難しい感じなんですよね。なのでもし本当初心者だとおっしゃるのでしたら、話の内容的に分かりやすいドライブとか仮面ライダードライブとか、あとフォーゼとか電王をおすすめします。この辺は話はやっぱりすごい深いんですけれども、ストーリーのなんか起伏とかキャラクターがすごい立っているし、ストーリーが分からなくてもそのキャラクターの怒ったり笑ったりとか、それだけでもすごい楽しい作品となっているので、おすすめです。ぜひぜひ電王フォーゼドライブ見てみてくださいね。ぜひ仮面ライダー好き、そしてヒーローものを全て好きになってくださいね。ありがとうございます。それでは
オープニングのあのコーナー行ってみましょう。みんなにアンケート。はい、ということで今回の、トークテーマはリメイクしてほしいアニメは、リメイクしてほしいアニメはでした。皆さんからメールいただきましたのでご紹介していきたいと思います。まずは単位ナンバー5番、シークレットネーム関根さんからです。近藤隊長こんにちは。こんにちは。今回のお題ですが、僕は金色のガッシュベルを推したいと思います。熱いバトル、涙あり笑いありと本当に大好きな作品の一つなのですが、アニメ版は原作と大きく展開が変わってしまったりと心残りに思うところが多々ありました。いろいろな大人の事情で難しいと思いつつも、いつの日かリメイクされないかなと待ち続けていますとのことです。あー、ガッシュベル私もすごい好きでした。だから原作も全部持ってます。そうなんですよね、まあ、ちょっと原作もすごい長くなっちゃってテレビが追いついちゃったんですよね。だからオリジナルの話で続けてたりもしたけど、まあ途中、まあ、原作が終わる前にアニメの方は終わってしまっちゃったんですよね。そう、ガッシュもすごい面白いから大好き、また見たいし、原作のエンディングとかでもね見たいなと思います。それガッシュベルとかそんな形で似ているものだと、やっぱり私はシャーマンキングも原作のエンディングで見たいなと思ってます。本当シャーマンキングは原作と後半アニメ全く違くって、ぶっちゃけアニメもすごい好きなんですよ。で原作のシャーマンキングの最初のエンディングがなんか急によくわかんなくなって終わってしまってその後に原作者の竹内先生がそのちゃんとした続きを書いてくださって最後まで言ってて、もうそれもいい話なんですよね。シャーマンキングもぜひよろしくお願いします。はい、続きまして、隊員ナンバー65番、シークレットネームドラムバンカードラゴンさんからです。リメイクしてほしいアニメは、私はブレイブルーです。戦わない、平和に過ごすみたいな展開が見てみたいです、とこのことです。ありがとうございます。かっこ主にラグナとニューのデートとか、ありがとうございます。ブレイブルーのアニメ覚えててくださってありがとうございますあれね、本当に、いや、やっぱりそのブレイブルーのお話が難しかったので、なかなかそのアニメのワンクールで全部をやるっていうのが難しかったんですよ。全部やるっていうの難しいのに、ギャグ回入れたいとか、いろんな大人の意見が入って、急になんかライチさんが酔っ払っちゃう温泉会とかなって、出演者的にはこれいらないんじゃないかっていう話もちょちょしながら、でもやっぱりブレイブルーはその真面目な路線とやっぱりギャグストーリーがあるっていうところが、まあ一個の面白いところだから、そこも入れたい。なるほどってやってたんですけど、そうですね、ブレイブルーも最後まで終わったので、ぜひぜひゲームのストーリーもアニメ化してほしいなと思いますし、小説とかあとバリアブルハートもやってますから、こちらもアニメとかで見たいなと思っております。はい、ありがとうございます。続きまして、タイナンバー43バッキーさんからです。自分のリメイクしてほしいアニメは、自分は犬夜叉です。初めて見た時は小学生だったのですが、特に殺生丸がとてもかっこよくて今でも好きなキャラになってます。犬夜叉ね、犬夜叉もすごい良かったですよね。あれもなかなか原作が長くって、自分は殺生丸が大好きでした。殺生丸とね、やっぱ犬夜叉のやりとりがすごい、なんか殺生丸がだんだん人間の感情が分かっていくところがね、すごい良かったです。ありがとうございます。続きまして、もう一つぐらい読もうかな。タイナンバー51番、シークレットネーム A アット伯爵さんからです。リメイクしてほしいアニメですが、キャット人間テアンデーというアニメをぜひリメイクしてほしいと思います。動物のロボットのアニマロイドというキャラクターが活躍するアニメなのですが、ヤッターマンなどを手掛けるタツノコプロさんらしく、味方だけでなく敵も愛らしい作品です。アクションもたくさんあり、今の技術ならもっとかっこいいと思うので、ぜひリメイクしてほしいですとのことです。そう、テアンデ私もすごい大好きで、キャラまだ
オープニングとかエンディングとかカラオケに入ってると歌うんですけれども、もうそう、動物が暮らしている、まあ、アニマロイドっていうメカにはなっているんですけれども、あの江戸時代で暮らしているその猫ちゃんとかウサギちゃんとかパンダさんとかで、悪いのは悪代官の方がなんか狐さんで、取り締まるのがみたいな、なんかいろいろあって、もうすごいワンちゃんなんですよね、取り締まる方が。でそのワンちゃんが悪を取り締まるために、そのキャッツ人間テアンデヤタロウとかをとかプリリンとかをみんな悪を倒すんだっていう裏の司令官みたいな形で、その江戸の悪を退治していく話なんですけど、すごい好きで、私もぶっちゃけその赤堀先生なんですよね、これ関わってるのがね。だから赤堀先生にリメイクをやってくださいって何回かお願いしたんだけど、大人の事情がっていうのを、すごい俺もやりたいんだけど大人の事情がっていうのを何回も聞いております。まあね、ほんと見たい。プリリンもオスカシーもみんな大好きだし、江戸のねお殿様がねパンダさんなのでもね、アホなんかすごいとすっとばけてらっしゃるの、もう日本喋れてないぐらいな、でもすごい可愛いしね、みんなほんと可愛い。ここからね、なんか私のなんかアニメ好きとかが始まったんだと思うんですよ。だからすごいメイプルタウンとか好きだし、それで金魚注意報では人間と動物が一緒に暮らしてるのとかがっていうお話だったのね、すごいそれも好きだし、もう原点といえばもうほんとドクタースランプあられちゃうんですよね。もう人間ともう豚さんとかみんなもう分け隔てなく普通に平和に暮らしているペンギン村、本当はあれが私の理想の世界です。ああなったらいいな、本当アニメでは夢を見させてもらってるけど、いつかそうなったら本当にいいなと思っております現実と二次元がすごい交錯しちゃいますけどね。はい、ありがとうございます。ほんとね、もういっぱいあるよ昔のアニメ、まあ、リメイクしてほしいし見たいところもあるし、がそしたら自分も出たいってところもあったりとかね、まあ、結構本当にリメイクのアニメ多いですからね。いやでもそれだけやっぱりその昔の原作のファンの人の声が多いのかなと思いますので、皆さんもぜひぜひどんどん声を出していってください。もしアニメ制作関係者の方がこのラジオ聞いてましたら、ぜひこちらの方参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。それでは次回のトークテーマの発表です。次回のトークテーマは、急に明日休みになったら何をしますか。急に明日休みになったら何をしますかです。私とか結構あるんですよね、仕事を明日バラシですってなって、急に明日一日休みになっちゃったみたいなの結構あるんですよ普通の会社員の方とか学生さんとかはあんまりないんですよね、きっとね。ぜひぜひ急に明日休みになったらあなたは何をするかを、ぜひこのラジオに送ってきてください。よろしくお願いいたします。メールの宛先はk_secret@target-ent.com k_secret@target-ent.com までです。それではシークレットベース K ステーション第102回いってみよう。近藤かな子のニューアルバムフラクション発売になりました。おめでとうございます。はい、もう皆さん手にしていただきましたでしょうか。今回もですね、渾身の一枚となっておりますので、聴いていただける曲とかがあったら嬉しいなと思います。今回初めてですね、ミニボイスドラマを収録しておりますニューアルバムフラクション、よろしくお願いします。みんなたくさん聴いてね。暗号解読。このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすごく勉強になるかもしれませんよ。はい、ということで、暗号解読、はい、なんか徐々にね難しくなってきている今回どうかな。はい、皆さんも一緒に考えてくださいね。今回のお題はこちら、ちゃちゃちゃん、デキシーカップ。デキシーカップ、デキシーカップデキシーってなんかあるんでしたっけ。デキシーってなんか意味あるんですよね、きっとね。のカップ、カップ
ップってなんか入れ物って意味ですよね。コップとかよりもなんかこう器っていう意味ですもんね。なんだろう、デキシーカップ。ヒント1、じゃじゃじゃん、物の名前です。まあ、まあ大体ね、物の名前でございましょうね。はい、なんだろうな、物、デキシー、手、デキシー、デキシー、あ、器じゃなくてなんかこう、なんか優勝した時に、違うわ、野球とかのコンペ、あ、違う、ゴルフのコンペのデキシーカップとかいうやつ、コンペのなんかやつ、何杯みたいな、そういうやつ。でも物じゃない、物じゃないのね。デキシーカップ、デキシー、デキシー、デキシーデキシーってなんだろう、わかんないな。ヒント2、素材はだいたいどれも同じです。いや、まあそうですかとしか言えようがまあそうですか、はい素材、ゴムとかプラスチック、プラスチック、プラスチック、どういった同じなのにどれあるかもってどういうことですか。鉄、金属、主に金属、金属はない、主にじゃプラスチック、プラスチックは主流、プラスチックは主流じゃない、ガラスか。じゃあじゃあ何台何台それは。出た、鉄でもなくってプラスチックでもなくってガラスでもなくって、他なんか素材ある、布、紙か、紙の固くしたやつか。紙コップ、誘導尋問です。ダメだよ、ダメだよって言われちゃった。いやいや、答えてくださる。おお、あれ、ヒント3、基本的に安価です。ヒント4、基本的に使い捨てされます。ヒント5、最近では花見シーズンに大活躍したと思います。はい、紙コップってことでね、まあまあまあプラカップもありますからね。でもデキシーカップは紙コップのことなんですね。プラカップでもいいんだ、あいつ使い捨てのコップをデキシーカップっていう。へえ、はい、正解です、お答えです。デキシーカップとは紙コップの正式名称である。デキシーとはアメリカ南部を指す言葉であり、へー、その名の通り紙コップの起源はアメリカ合衆国が起源と言われる。1908年にヒュー・ムーアという人物が街角で冷たい水を売るために考案した。しかし肝心の水の方はあまり売れず、デキシーカップだけがこれ使えるという評判を獲得した。元も子もないやつだまた当時結核菌まん延防止のため、カンザス州で列車内をはじめとする公共のブリキ製共同コップの使用が禁止され、その他の州でも共同コップの使用が禁止されていったこともデキシーカップ普及の後押しとなったとされる。こういうのね、そうですよね。日本製のものは飲料用ではなくアイスクリーム用のものから始まったとされる。古いものでは当時の東洋製缶株式会社が1930年にアイスクリーム用の紙コップの原型とも言える紙製アイスクリーム容器製造機を開発した。また1970年の淀号ハイジャック事件では、メモ代わりとして機内外の情報連絡手段として活用されたりもした。紙コップに文字書いて海に投げ捨てるってことですか？そういう感じ？すごいね。なるほど、なるほど。もうボールペンで書いたら消えないですしね。そっか。余談だが、現代の紙コップは耐久性を高めるために薄いポリエチレンが貼られているものが多いが、ポリエチレンの耐熱温度は110度前後のため、電子レンジでチンするとただの紙と化し、
水というか熱湯がダダ漏れになる可能性があるため注意が必要であるとのことです。デキシーカップ、あでも確かになんか書いてあるかもしれないな、デキシーカップって。うん、書いてあるかも、売ってるところに。そう、紙コップ包装に書いてある気がする、デキシーカップって。全然何の意味か分かんなかったあるこれ。でも英語なんですよね、だから海外で英語圏でデキシーカップっていうと紙コップのことなんですよね。だからペーパーカップとか言ったらはって言われるってことですよね、きっとね。まあ、なんとなくわかるけど、あーはーん、あはーん、デキシーカップのことかなって思われるだろうけど。へえ、あそこもう本当に1908年ぐらいから使われてたんですね。すごいですね。そうなんだ、意外と歴史が長い紙コップ今や。でも紙コップってずっとやっぱり水入れてると徐々にあのぐにゃぐにゃになってきますよね。耐水性はあるけれども、そうそう、あれ気をつけようね。あの本当お花見とかでずっとビール入れっぱなしにしとくと次持った時にぐにゃってなってこぼすっていう事例が結構発生するのでね。へー、じゃあぜひぜひこれからはもう花見も終わってバーベキューとか海行ったりしたらこのデキシーカップを使うと思うので、皆さんぜひあのお友達とかキャンプバーベキュー海とか行くときは率先して俺デキシーカップ持ってくからって伝えてあげてください。きっと何って言われるかと思いますが、紙コップのことだよってぜひ教えてあげてください。皆さんは解読できたでしょうか。以上、暗号解読のコーナーでした。重なり合う糸、浮かび上がる偽装、誰も咎めないのは Not a health is just a lie。 きっと大丈夫だよ。このコーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私近藤かな子が解決していきますというコーナーなんですけれども、こちらはですね、前回のオープニングの例のあのコーナー、みんなにアンケートの、100回を超えてもこれだけは続けたいことはっていうことに対していただいたメールなんですが、ちょっと届くのが遅かったのでちょっと今回にも終わってきちゃったんですけれども、あ、これはちょっと読ませていただきたいなと思ったのでこちらのコーナーで読ませていただきます。隊員候補生のシークレットネーム健坊さんからです。近藤さん、はじめまして。はじめまして。ブルラジで近藤さんを知って今回このラジオに初めてメールをします。ありがとうございます。アンケートテーマ、100回を超えてもこれだけは続けたいことは、それは農業です。ちょうど1年前農業を継ぐために仕事を辞めて実家に帰りました。今までの仕事よりも大変ですが気持ちは充実しています。なぜかというと自分の作ったものが誰かに食べてもらえるということです。もちろん生きていくために作ったものが売れないといけないのですが、その売れた野菜や米が買ってくれた人の力になる、子供が育っていく上での栄養になると思うと作った甲斐があったなと実感できるのです。100回という括りはおかしいかもしれませんが続けたいことと思ってメールしましたとのことです。すごい素敵なメールいただきました。もう健坊さんはこういった気持ちがあるならば100回とはもうほんとくぐりなんてなくって、ずっとずっとおじいちゃんになってもきっと美味しいねお野菜やお米を作り続けていってくださるんじゃないかなって思っております。そして健坊さんが作ったねお米やお野菜がきっと回り回って私の食卓に登ってくることをすごい楽しみにしてます。最近はほらなんかこの人が作りましたとかいうのもありますからね、
もし僕作りましたってなったらどうやってお伝えいただければいいか分かんないけれども本当にぜひ健坊さんのこういった気持ちで作ってくださっているお野菜とかお米食べたいなと思います。機会があったらぜひよろしくお願いします。送ってとかいうことじゃないですからねはい、これからもぜひぜひ優しい気持ちでお米やお野菜作ってってくださいね。皆さんを健康にそして幸せにしてってくださいね。ありがとうございます。いいなぁ。だから私は農家の方が一生懸命作ったお野菜とかお米とかいろんなね牛さんのねとか豚さんのとかいろいろちゃんと美味しくお料理できるように頑張って料理作りたいと思います。それで美味しく栄養になれるようにみんなにちょっとこのラジオでもなんかレシピとかも紹介したりしてるけれどもちょっとでもお役に立てるように頑張りたいと思います。声優ですけどこのコーナーでは皆さんのお悩みを募集しています。ぜひぜひ送ってきてくださいね。このコーナーはリスナーさんの周りに起きた小さな幸せを紹介してみんなでほのものを共有するコーナーです。今回もメールいただきました。隊員ナンバー80番シークレットネーム塾長ホムホムさんからです。近藤隊長お疲れ様です。お疲れ様です。自分が感じる小さな幸せ、それは仕事帰りのスイーツを食べることなのです。仕事が終わって家に帰るまでの長くはないが短くもないこの時間に限ってものすごく甘いものが欲しくなったり小腹が空いたりしませんか？自分はここ最近クレープやドーナツなどを欲してしまいついつい晩ご飯前に食べてしまいます。あの甘みが口に広がった瞬間、なんとも言えない幸せな気持ちになりますね。ありがとうございます。これわかります。そう、本当なんかねちょっと食べたくなっちゃうんですよね。なんだろう、やっぱりね私もね学生の時もね仕事を始めてからもね帰りにねちょっとコンビニ寄ったりしてねなんか甘いの買っちゃったりするんですよね。なんかそれがちょっとクレープだったりとかでもコンビニとかだとそのブラックサンダーだったりとかなんかちょっと食べたいんですよ。いっぱい食べたいわけじゃないなと思って、でなんかそれでちょっとハマったのがローソンのもちもちロールケーキみたいなのがあってあれがすごく美味しくってあれをよく買いました。なんでしょうね、皆さんもこの気持ちわかりますよね。じゃあ想像してみましょう。あー疲れた、あ甘いものが食べたい、あ買っちゃえパクッ、あ甘い味が口の中にふわーっと広がってお花が咲いた気持ちになって天使も一緒に舞い降りて虹もかかったりしてなんて幸せな気分なんでしょう。このちょっと天国に行っちゃったような気分、皆さんもわかりますよね。疲れた時は甘いもので
自分を癒してあげてくださいね。塾長ほもほもさん、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんが感じた幸せをお待ちしております。ぜひメール送ってくださいね。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のアルバムプリズムより幸せ。してる君の幸せはどこにあるんだろう。ニコニコ笑ってるその瞳の奥に隠れたもの、心に沈んでる誰にも見せないブラックボックス。お別れの時間です。この番組では皆さんからのメールお待ちしております。オープニングのいつものあのコーナー、みんなにアンケートにはトークテーマ、次回のトークテーマは急に明日休みになったら何をしますかです。ぜひ皆さんの急に休みになった時の休日の過ごし方送ってきてくださいね。その他、暗号解読にはあなたの問題を、そして答えも送ってくださいね。そしてきっと大丈夫だよにはお悩み相談を、そして今日もやりました小さな幸せには皆さんが周りで感じた小さな幸せを送ってきてください。その他にもコーナーいろいろありますのでね、ぜひぜひそちらのコーナーにもメール送ってください。普通歌も募集してます。メールの宛先は k_secret@target-ent.com、k_secret@target-ent.com までです。さてここで今回の隊員候補生の中から、隊員に昇格する方を、発表したいと思います。今回はですね、選べないけどこちらにしましょう。はい、こちらきっと大丈夫だよでメールを読ませていただきました。シークレットネームケンボーさん、こちら、ケンボーさんですね、隊員に昇格です、おめでとうございます。ケンボーさんはですね、こちらの番組宛てに隊員昇格しましたという文を添えまして、ご本名と住所書いて送ってくださいね。隊員証送りいたします、お楽しみに。はい、皆さんもですね、隊員目指してどんどんメール送ってきてくださいね。よろしくお願いいたします。さてそれではここで一つ近藤からお知らせがございます。
ツイッターでも先週末ですね、先週違うか、先週違うか、わかんない、先週末告知解禁となりました。なんと、まあほんとそうですね、腐れ縁でしょうねあの文化放送から、文化放送の井上きっこさんのラジオ番組のオーディションの時からもうずっと長いこと一緒に楽しくいろんなことをしてくださっている三好理恵ちゃん、はい、今回三好理恵ちゃんと近藤佳菜子の2人でイベントをやることになりました。はい、タイトルが近藤佳菜子と三好理恵お騒がせへんてこ学園なんだタイトルこれ2人で3時間ぐらい考えてこのタイトルにしました。はい、こちら、日程は2018年7月21日の土曜日、2部構成です。昼の部が14時、そして夜の部が18時からの2回昼夜となっております。場所は東中のバニラスタジオ。こちらチケットの方はですね、昼がまず特典付き、私たち近藤と三好理恵ちゃんがあの直筆でその場で、だから当日あなたを想像したイメージした文字を書くという、理恵ちゃんが考えたんですけど、ちょっと よくわかんないけど、なんかその場であのあれですね、一言くださいっていう、あのよく路上で座ってる方いるじゃないですか、多分あんな感じだと思うんですけど、そんな感じって言ってたんで、そんな感じだと思うんですけど、そんな感じであの当日あのなんか一言書く、カードの特典付きの昼のチケットがまず3000円、特典なしだと2500円です。で、昼の当日券になりますと3000円になります。そして夜の部は、ゲストさんをお呼びします。ゲストさんをお呼びして夜の部が3000円となっております。こちらチケットの方を6月15日金曜日から一般発売開始となります。三好企画の、メールアドレスでの、ご予約となりますので、こちらメールアドレスなど発表されましたらツイッター等でお知らせいたしますので、こちらご確認ください。そしてですね、6月15日に先駆けまして、なんと三好理恵ちゃんが5月27日に朗読会をやるということで、こちらの方で先行販売させていただきます。はい、よろしければ、先行販売の方でもお買い求めくださいませ。よろしくお願いいたします。詳しくは、近藤のツイッターやブログの方で告知していきますので、どうぞそちら確認してください。ということで、まだなんかよくわからないんですけども、まあ2人で学校設定で、まあ昼の部は基本的に2人だけでなんかいろいろしようと、学校的な学力テストやったり、まあ身体測定やろうかなとか今やって思ってるんですけど、やったりとかやって、夜の部はそのゲストさんを先生としてお迎えして2人に何かをレクチャーしてもらおうとか思っております。はい、そうなんです。ちょっとなんか、まあへんてこ、お騒がせへんてこ学園ってどういうことなのか、へんてこ学園だけで決まってたのに、りえちゃんがお騒がせってつけた方が面白くないって言ってそうだねって言っちゃってなんかタイトル長くなっちゃったなんか多分クレヨンしんちゃんの猛烈なんとか、ね、なんとかなんとかっていう愛の猛烈の部分がお騒がせになるかと思っております。はい、まあなんか2人だとなんかいろんなことができそうなので楽しい内容になると思います。あの伝説の一日になると思いますので、あの伝説をぜひ刮目しに皆さんいらしてください。7月21日土曜日は1日空けといてね、よろしくお願いいたします。その他近藤佳菜子の、活動情報などはツイッター等でお知らせしていきますので、そちらご確認ください。よろしくお願いいたします。この番組は各週金曜日の配信予定です。放送聞き終わったら速攻メール送ってくださいね。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベース K ステーション隊長の近藤佳菜子でした。まったね。この番組はターゲットの制作でお送りしました。